なぜそんなにおばあさまのことばかりにしよう、などといろいろになだめて、みやはお帰りになった。母も祖母も、失った女の将来の心細さなどを、女王は思うのではなく、ただ小さい時から、片時の間も離れずに付き添っていた祖母が死んだと思うことだけが非常に悲しいのである。子供ながらも悲しみが胸を塞いでいる気がして、遊び相手はいても遊ぼうとしなかった。それでも昼間は何かと紛れているのであったが、夕方ごろからめいり込んでしまう。こんなことで小さいお体がどうなるかと思って、目のとも毎日泣いていた。その日、源氏のところからこれみつをよこした。伺うはずですが、宮中からお召しがあるので失礼します。おかわいそうに、拝見した女王さんのことが気になってなりません。源氏からの挨拶は、これでこれみつが代わりの殿をするわけである。困ってしまう。将来誰かとご結婚をなさらなければならない女王様を、これではもう源氏の君が、奥様になすったような形をおとりになるのですもの。宮様がお聞きになったら、私たちの責任だと言って、お叱りになるでしょう。ねえ、女王様、お気をつけになって、源氏の君のことは、宮様がいらっしゃいましたときに、うっかり言って、おしまいにならないようになさいませね、と小納言が言っても、小さな女王は、それが何のためにそうしなければならないかがわからないのである。小納言は、これみつのところへ来て、身にしむ話をした。将来、あるいは、そうおなり遊ばす運命かもしれませんが、ただいまのところは、どうしてもこれは、不釣り合いなお間柄だと私らは存じますのに、ご熱心に、ご縁組のことをおっしゃるのですもの、ご推教か何かと、私どもは思うばかりでございます。今日も、宮様がおいでになりまして、女の子だからよく気をつけておもりをせい、うっかり油断をしていてはいけない、などとおっしゃいましたときは、私どもなんだか平気でいられなく思われました。昨晩のことなんか思い出すものですから、などと言いながらも、あまりに嘆いてみせては、姫君の乙女であることをこの人に疑わせることになると、用心もしていた。これみつも、どんな関係なのかわからない気がした。かえって、これみつが報告した話から、源氏はいろいろとその家のことが、哀れに思いやられてならないのであったが、形式的には夫らしく一泊した後であるから、続いて通っていかねばならぬが、それはさすがに躊躇された。遂興な結婚をしたように、世間が批評しそうな点もあるので、心が置けて、いけないのである。二条の院へ迎えるのが良策であると源氏は思った。
手紙は始終送った。日が暮れると、これ光を見舞いに出した。やむを得ぬ用事があって、出かけられないのを、私の不誠実からだと、お思いにならぬかと不安です。などという手紙が書かれてくる。